エンタープライズ 2.0 と Web 2.0 ってすごく当時話題になってるんですが、同じなの違うのって言われると、多分定義、最初の定義だけの話で言えば微妙に違って、エンタープライズ 2.0 って言い出されたのが、エンタープライズ 2.0 ザットオブエマージェントコラボレーションっていう論文だと、まあ一応言うことになってます。そこからエンタープライズ 2.0 の定義を引っ張ってくると、知的労働者の行動とアウトプットを可視化するためのプラットフォームを私はエンタープライズ 2.0 と呼びますよというふうなことをこのおじさんが言っていまして、まず何をするためかというと、こういうプラットフォーム。可視化する目的はというと、当然ナレッジが出席されるだとか、そのおかげで違うナレッジを作るときに利用できるナレッジが属するだとか、これがプラットフォームのあり方としての話で、次に、じゃあエンタープライズ 2.0 で可視化するためにどうすればいいのというツールのところになってくると、初めて Web 2.0 ツールというのが出てくると思います。で実際にその何を可視化するというところに対して使えるツールって考えると、意外と当てはまってくると思って、誰かが情報収集してますよ、それって今時ソーシャルブックマークを着てますよねだとか、あるいは単にリンクを集めてるときじゃなくて、本当にこの部分が重要だとか言って、ソースだとかテキストを抜き出してるときなんかはウィキショーを使ってきますよねだとか、特にソーシャルブックマークやウィキショーを使ってくる。情報整理、今も情報整理の話に入っちゃいましたけど、もうブックマークだとかウィキだとか、あとブログの上で、ここまで調べまして、こんなふうに今考えてて、この先の論をこれから展開しますよみたいなことを書いたりする。でそれから、情報発信を可視化する。結構社内だと、こういうのについてまとめて、単に上司にメールとかやっちゃうと思うんですが、それだと全然他の人から見えない世界で閉じちゃってて、同じようなレポートをあっちこっちで作ってたり、同じようなレポートを作るための労力をあっちこっちでかけちゃったりしていて、でもなくそうと思うと、多分情報発信のところが可視化されていった方がありがたい。当然その、あまり後のコントロールにならない範囲で。あとは、当然情報蓄積を可視化する、そういうのができましたよっていうのは、確かに劇場にあれば見えてくるんですけども、新しいのが出てきたんだとか、こういうふうなのが出てきたら確実にフォローアップしていきたいなとかいうところに対応していくことをすると、さっきので言えばシグナル、慣れてる言葉、ツールの言葉で言えば RSS っていうのが必要になるとか、あと探してる人が情報を見つけられるようにするっていう意味では、その RSS の中でも何かの格のやつだけだとか、何かの横に押したやつだけ、あるいは本当にエンタープライズサーチと呼ばれるような、イントラ用に特化した検索エンジン、そういったものが多分使えると。そういう意味でそのエンタープライズ 2.0 はあくまで可視化するためのプラットフォームのことを言いますよって言っていて、それに対して使えるとすると Web 2.0 があるのかなというふうに整理しています。で、これここまでのところラウンドアップしてるだけなんですが、 Web 用のメリットって個人で使ってもグループで使ってもメリットがありますというふうに思っています。でそうすると、上教育だと考える個人グループというのは、自然にごくごく自分のローカルのあたりで使い始めちゃうんじゃないかと思っています。で、そこに当然、良い作用、悪い作用、影響があって、Web 2.0 を使った作業では家庭が通常に起こります。で、検索アクセスを呼び出すことができるという活用ができる。でも、内容やアクセス管理方法によっては情報を得る。そういう両方の影響があるので、影響のところを考えたら、個人で持ち込ませるをやめて、ウィキを参加させるメリットとかリスクっていうのを管理する意味で、社内ウィキを投入する、あるいはウィキに限らず SNS とかその他も一緒ですが、そういうものを導入するっていうときに、フォトマップでいつまでも目指しておかないで、どこかでそういうのを提供する、前向きな意味で言えば、ナレッジが蓄積強化されるプラットフォームを作る、エンタープライズ2.0を作るというふうなところにスイッチをしなきゃいけないんじゃないかと思います。で、ここまで導入しましょうという話なんですが、その後細かいウェブの話を聞かせしました。で、これ今インターネット上で探せるはずも探せるか多分探せると思うんですが、導入事例とかいくつか出てまして、例えば、システム管理者だとか、導入部門が何やってるのかって結構違うんですね。プレスナークラインノートって、海外の投資銀行なんですが、この場合は、どう使われるかを見るために、試験的に使うチームに提供、
情報部みたいなところがちょっと上に行ってどうなんだろうというような感じで入れてみて、これが確かソーシャルテキストのコンフレンスだと聞いてるんですが、入れてみたらそのチームですごく使われたので、もう全社に来ていくように移行しました。あくまでその情報システム部的にプロトタイプで入れました。で、ノキアの場合はそうじゃなくて、研究所でも勝手に使ってた、これ逆にボトムアップ入っちゃったような経緯があって、でじゃあ、まあ、使えるんだったら全社用にして、ウィークサイクルを作る仕組みだから、ウィークパークな形ですね。提供してみたら、実際に現在は社員の 20% がスケジュールやプロジェクト状況の更新、ファイル編集のために使ってるだとか、今後はよくわからないんですけど、社長さん曰く、なんかもう俺は何に使えるか言われて、とにかく使えるように仕事というふうに指示出して、単に提供したのと社員が勝手に使えると使える人についたら MO1 というふうに言ったら使ってくれたんだというふうなインタビュー回答をしてるんですが、実際にはプロジェクトごとに大量に使われているウィーク数が爆発的に増加していると言っていて、ウィークがないともう仕事にならないというような状況にこうなっているというのが口では言っています。ピアリスは先ほどお話した通りで、資料共有とのために高圧的に SNS を入れて、 SNS 入れたら今度資料共有したいねというふうな話が上がってきて、それはまあ想定したらしいんですけど、じゃあ SNS と連携した区域を作ろうというのを自分たちで作り込んで、今70いくつ区域があって1000ページ以上あって、1600枚ってなんかページの数よりもそこに添付されているファイルの方が多いというふうな状況らしいんですが、本当にファイル共有場所としてすごく使われています。で、ヤフーの場合も、ヤフーの場合は聞いた方が怪しいするんだけど、これは記事で言ってるので、まあ、個人や部署で何かの給与だとか何とか立てていて、一つにあちこちにあって、そのリスクの話だとかいうので、まずいなという認識があったのと、もう一つには、休日がその休日に耐えられなくなってきたらしいという話で、レスポンスが遅くなったとかいうことを書いていて、なので、もう商用域に移行してしまうというので、コンフルエンスに移行したというふうなことを書かれています。で、現在、実際にさらに多数ウェブサイトができて、新人向けガイドから業務の必須情報まで満載だった。ここまでシステム提供者みたいなことをウェブを考えた人たちはやってたんですが、インテルとかソニーは、なんかツールとして提供しようみたいなノリじゃなくて、社内のウェブ系みたいなでかいウェブサイトを作ろうというふうなことで、ワンウィーキを推進した例として出てまして、インテルはウィキペディアを本当に、もともとウィキペディアクリックだったとかいう人が、インテルペディアっていうのを作るんだと、アキュートをかけて、メディアウィキ突っ込んで、育てたというふうに聞いてますが、あっという僕は知らないですね。ああ、らしいです。そんな感じでインテルペディアっても随分でかいサイトに、社内用らしいんですかなっていうことです。で、ソニーは、プレイステーションチームの各開発段階で、幹部社員に情報を知らせる。幹部社員に、いちいち問い合わせを受けてメールで返したらたまんないんで、全部ここに書きますと。あなたたちにしか見えない。ちゃんとチップコントロールはしてるんで、ここに書いても許してください。勝手に見てくださいとしかないで。というふうな意味で、そういう使い方をしているというふうなことを言っています。でそういう意味で、その導入担当者って結構役割って2つに分かれるんですが、システム提供者の役割する場合と、サイト運営管理者の役割する場合が分かれてて、領域導入するのにどうすればいいですかと聞かれること、多分皆さん使われている方だとあると思うんですけど、それってどっちやりたいのか全然話が違って、ハイアースレターにすることとツールとして提供する場合っていうのが違うのか、そろそろみんなに意識 してもらった方がいいような気がします。で、今回、サイト運営の話は全然すっ飛ばして、さっき言ったような、コントロールしなきゃいけないのを主題にしてたんで、システム提供の話だけをしてきました。